これで東京旅行も終わりだね。あっという間だったよな。東京に来る機会はこれからもありますし、ちょっと足りないくらいの方が次が楽しみでいいじゃないですか。おい、さっさと買い物済ませて駅向かうぞ。この先のエスカレーター登ったとこにスポーツウェアのお店あるって。新しいスニーカー欲しいんだよな。かかとがすり減ってきたし。お前3ヶ月と持たずダメにするよな。人一倍動きますからね、守くんは。わ、なんだろう、あんなにたくさんの人が。この声は。良い子のみんな、プリティピンクが遅刻しないようにみんなで頑張れって励ましてあげてくれるかな。間違いない、プリティピンクのキャラクターショーだ。マモルくん、どうしました？二人先歩いてっちゃいましたよ。え？あー、いや、そのまずい。このままここに不自然に立ってたら、実は俺がプリピン大好きな大きいお友達ってことがバレちまう。けどこんな機会めったにない。俺は今ここでショーが見たい。ああ、悪い。ちょっと買い忘れたもんあるから先に店行ってもらっていいか。すぐ追いかけるから。まあいいですけど、二人にも伝えておきますね。ああ、頼む。よーし、なんだか元気が湧いてきたよ。よし、あいつらはもういないな。みんな騙したみたいですまん。けど俺はどうしてもこのショーが見たいんだ。プリティピンク、応援してくれる声があるだけでいくらでも頑張れるもんな。みんな、プリティピンクにはもっともっと応援が必要です。ピンクが勇気を出して悪の組織と戦うためにもっともっと応援してくれるかな。はい。その人ヒタクリです。は？なんだって？捕まえてください。何？こっちに走ってくるあいつ犯人か？どけどけ！くそ、こんな小さい子がいる場所で。勇気千倍プリティアタック！おっさん、こんな場所でそんなことして恥ずかしくねえのか！くっそ！子供たちの前でおテント様に顔向けできねえことしてんじゃねえよ。すごい。ママ、このお兄さんかっこいいね。あ、いや、その、俺はただの通りすがりの。あれ？俺さっきプリティアタックって叫んでなかったか？あら、あなたもしかしてヨナの。ああ、ヨナのマモルくん。マモルくんってプリピン推しだったの？ああ、みんな、とっても頼りになるピンクのお友達、ヨナのマモルくんに拍手！あ、おお、どうも。今日の戦いはすっごく苦戦しそうだったから心強い味方を呼んでたんだね。良い子のみんな、マモルくんと一緒にプリティピンクを応援してくれるかな。頑張れプリティピンク。悪に負けるな、勇気千倍だ。元気100倍、勇気1万倍。いくよ。せーの。
やべえ、完全に目立ってしまった。あいつら見てなかったよな。急いで戻らないと。あれ、もういいんですか。かっこよかったよ、マモルくん。いえ、お前ら。よかったな、最後にいい思い出作れたじゃねえか。あ、元気100倍、勇気1000倍、プリティアタック。マモルくんが毎週日曜朝からしつこく言うから覚えちゃいましたよ。あ、耳まで真っ赤。 うっせえ。僕動画撮っといたよ、妹ちゃんに後で送ってあげようと思って。やめろやめろ。つうかなんだよ、俺がプリピン好きなの知ってたのか。え、隠してたつもりだったんですか。え、物販のとこにまだピンクいるよ。マモルくん、サインもらってこなきゃ。はい、色紙。いや、なんで持ってんだよ。僕のスマホ、カメラの性能いいから一緒に写真撮ってもらいましょう。ほら、早く行ってこいって。そうだな。よし、記念だ記念。ノラ、男前に撮ってくれよ。それは無理がありますね。おい。